新幹線の座席を一人で二席分買って隣に人が座らないようにすることができるか、また一人席は存在するかについて JR の規則と資料をもとに解説します。インターネット上では時々新幹線の隣席トラブルが話題になります。特にお盆のような混む時期には増える傾向にあります。このようなトラブルを避けるために2列ある新幹線の座席を両方購入して座れないようにする行為は可能なのか解説します。結論を言うと不可能です。まず旅客営業規則では次の条文があります。第147条の5、同一旅客は同一区間に対し有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、該当乗車についてはその1枚のみを使用することができる。同一旅客が同一区間に対し有効な2枚以上の指定席券を所持する場合についても同じ。要するに切符は1人1枚しか使えないよということです。したがって2席分2枚の切符を同時に使うことはこの規則に反することになりますが、黙って2席買って使えばいいのではという考えも浮かぶと思います。新幹線の座席予約は同時に6名まで可能です。よって予約時に座席が空いていれば2席同時に押さえることはできます。なので2人分押さえてしまえばこっちのものと思うかもしれませんが、規則はそんな場合にも対応していまして、指定の駅から乗車しない場合、今回で言えば隣に座られないように押さえていた座席については次の規則が適用されます。指定席特急券はこれを所持する旅客がその指定の乗車駅で乗車しない場合は、他の旅客にその座席または旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、指定席で乗車しなかった旅客は該当急行券に指定された座席を請求し、または旅客車に乗車することができない。要するに使われていない座席は車掌が他の人に売ることができるよということです。この2つの規則があるので新幹線の座席を1人で2席分取るという行為は不可能です。一方で一部新幹線には隣の席が存在しない座席や仕切りのある座席も存在するので、ここからはそのようなプライバシーの守られた座席について紹介します。まずはじめに東北新幹線の E5 系、 H5 系、上越北陸新幹線の E7 系、 W7 系新幹線のグランクラスには1列シートが存在します。これなら隣の席そのものが存在しないので安心です。しかし料金が高くなります。それぞれの主な区間で比較すると、東北新幹線の東京仙台間では通常の指定席が 11,610 円、グランクラスは 18,420 円、北陸新幹線の東京金沢では指定席 14,580 円、グランクラス 29,420 円、上越新幹線の東京新潟間では指定席 12,30 円、グランクラス 17,770 円です。約 1.7 倍から2倍高いです。グリーン車にも1列シートが1箇所ありますが、こちらは車椅子利用者とその介助者に用意された席なので健康な人間が使うのは野暮でしょう。次に東海道山陽新幹線では16両編成の車両の7号車の一部の座席に S ワーク P シートを設置しています。 P シートは3列シートの真ん中を潰して仕切りにしているので隣の席との距離が空いています。値段は普通車指定席プラス1200円です。東京から新大阪の場合 15,920 円で利用できます。また東海道新幹線では2026年度中に完全個室の座席を2席導入する予定です。値段はまだ公開されていませんが、グリーン車が東京大阪間で約2万円かかることを踏まえれば3万円を下回ることはないと思います。秋田新幹線、山形新幹線、九州新幹線、西九州新幹線、山陽新幹線の8両編成の車両にはこのようなゆとりのある座席はありません。最後に万が一トラブルと遭遇した場合ですが、これは車掌に言えば自分の座席を変えてくれたり、最悪相手を下車させたりと対応してくれますし、現在の新幹線は監視カメラで常時録画をしています。以上、2席分の買い占めはできない話でした。ご視聴ありがとうございました。